8.6万。俺の今月の収益が8.6。俺の来月振り込まれる給与8.6。この家の家賃、光熱費、携帯代、ネットフリックス、その他もろもろ合わせて余裕で超える。おい、マジかよ。おい、マジ、俺が一番びっくりしたのは、俺あんまり給料明細とか見る、めちゃくちゃ見る。最近知ったんだけどね、お金っていいよね。俺さ、お金好きなの、小学校2年生くらいからなのよ。小2の時にお金貯めてと思って、お母さんに、お母さん僕も貯金したいって言って、あの通帳作ってもらったのよ。で、俺当時から物欲とかないから、あんま欲しいものとかなかったのよ。まあ強いて言えばゲームが欲しいかなぐらいだったんだけど、そういうのってね、あのサンタさんっていうね、いいシステム、サンタさんがね来てくれるから、サンタさんとか誕生日とかをうまく使ったりとか、弟の誕生日に、弟このゲーム面白そうだねって言ってね、俺が欲しいゲームを弟の誕生日に買わせたりとかっていった戦略を使って、あんま自分のお金を使わずにね、ちっちゃい頃から楽しんできたわけよ。でも昔からすごく貯金が好きですと。で、なんかお金稼ぐってすごい大事じゃん。やっぱさ、こう生きてる上でさ、お金ってなんか愛より金だとか、あ、逆金より愛だ、金より愛だみたいに言うじゃん。それはそう、それはわかる。確かに俺今全然月稼いでないけど、全然幸せだからね。でもさ、お金があるとさ、生活楽だよね。なんか俺今ね、お肉を買うときはこのスーパーで、洗剤買うときはここみたいな感じで、2つとか3つくらいのスーパーを使ってんのよ。とは言っても、1日で3つ行くのとかめんどくさいから、毎朝散歩代わりに、今日はこっち、今日はこっちっていう感じで行くことによって、労力もかけずに楽しくね、生活とかしてるわけですよ。だけど正直さ、ちょっと大変じゃん。やっぱ家から一番近いスーパーで買いたいし、なんならコンビニの方が近いからさ、コンビニとかで買えるんだったらさ、そっちの方が絶対いいじゃん。わざわざこんな寒い冬にさ、遠くのスーパーに。なんで今突然動画切れた？なんで何の話？あ、そう、お金があるとさ、別にそうやってわざわざ寒い日にスーパーに行って、遠くまで歩いて重たい荷物を持ってっていうのをしなくていいんだよ。もう近くのスーパーに行っても、パパパーンって1本100円のバナナポーンって買えばいいんだよ。スーパーで買ったら4本100円だけど、コンビニなら100円で1本。でも関係ない。僕は金持ちだからってめっちゃ良くない？お金があったら困んないんだよ。っていうのもあって、もうほんとね、8.6 万って何？やとは言ってもみんなあれだからね、ザリガニお前奥さんの金で養ってもらってんのって思われてしまうと、大変僕のプライドがね、底辺からさらに底辺にしてしまうので、先に言っておくと、ちゃんと僕貯金をね、貯めております。貯金を貯めるってあれだね、なんかお尻のケツみたいなね、貯金とかをね、ちゃんと使ってるので、そこは安心してください。まあ別にザリガニ家の家庭のお金事情をね、いいよな、そんなとこだってな。俺のね、将来の夢の一つに、お金を理由に自分のやりたいことができないっていうのをやめたいのよ。例えばさ、旅行に行くときも、ここの旅館とここの旅館がありました。どっちもまあいいんだけど、こっちの方がさ、ご飯が豪華とかさ、お部屋でご飯が食べれるとかさ、送迎付きとかみたいな豪華。で、こっちのプランは悪くはないけど、まあこっちより劣るよね。こっちにしたいけど、お金的な理由で仕方なくこっちっていうのをやめたいのよ。もうやりたいものをやる生活にしたいわけ。やっぱそれにはさ、お金が大事なわけじゃん。で、俺今さ、楽しくこうやってね、 YouTube っていう活動をしているわけよ。まあ今までいろんな仕事はしてないわバイトはたくさんやってきて、正社員の方は2つかなやってきました。で、そっから、まあ一人でこうソロで活動っていうか、個人で活動するっていうね、誰かから給料をもらうじゃなくて、自分でお給料を捕まえに行くっていう感じだよね。まあこれが俺の転職だからすごいいいんだけどね。いや、よくない？お金があれば何でもできる。でも最近ね、悩んでること、まあ、全然悩んでないんだけど、まあ悩んでるっていう体にして悩んでることがあって、お金を稼ぐ目的がお金を貯めるっていう理由だと、いい人生じゃないんだって。例えばお金を3億円貯めましたってなった時に、3億円貯めた、よっしゃ、じゃあこの後俺の人生どうするんだってなるんだって。まあ確かにさ、夢があったらいいよね。マイホーム建てたいとか、自分の車が欲しいとか、札束で人を殴る、みんないろんな夢あると思うんだけど、俺そういうのないのよ。さっき言った通り、お金に困んない人生がいいわけ。で、それって別にさ、飛行機ファーストクラス乗りたいとかなったらさ、100万とかかかるし、多分100万なんてもう、そんなんじゃ高すぎて無理じゃん。ってなると、俺の夢の一つのお金に困らないって、無限だなって思って。
って一生叶えられない夢だなと思ったの。でもなんかさ、将来的に何をしたいかね、俺はこの YouTuber で例えば成功をしたとして、もう宝くじで当たったとして何億円手に入った時に何をしたいかって言われると何もないんだよね。まあ旅行行きたいとかさ、ゲーム買いたいとかあるけどないんだよね。みんなあります？夢なんだろうね。ひたすらゲームはしたいかもな。だってお金があったら働かなくていいんでしょ。お金がありすぎても YouTube こうやってやると思うんだけど、何するんだろう。ゲームかな。何がしたいんだろう。でも楽しいんだよね今ね。毎日楽しくこうやってね YouTube で活動して、まあこの前1週間ぐらい動画出さなかったけど YouTube やって、でまあ奥さんと仲良くできてね。何なんだろうね。ねー、何がいいんですかね。でみんなマジで教えて。みんなの人生の目標的なやつ。なんかさ、中学校の時にさ、高校受験はまあいいけどさ、大学受験とかさ、高校の時に将来の夢決めるのむずくない？大学選ぶのってさ、自分の夢の一歩手前じゃん。例えば看護師になりたいんだったら看護学校に入んなきゃダメだし、美容師になりたいんだったら美容学校入んなきゃダメじゃん。だけど大体の高校生なんて夢ないじゃん、明確なやつ。先生になりたいわけでもないし、パティシエになりたいわけでもないし、特にないな。でも大学決めなきゃいけないとか感じじゃん。マジむずいよね。とりあえず学校の先生に大学行ってこいって言われたから仕方なく行ってるし、お前将来の夢早く書けようって言われたけどさ、なや金持ちになりたいぐらいしかねえんだ俺はと思って、あれマジ辛かったよな。なんでそんな将来のことを書かせるんだと思って。日本の教育面白いっすね。あれどう思う？みんなたまに奥さんと話したりするんだけど、タトゥー、俺タトゥー昔はいやいやタトゥーなんかしちゃダメでしょっていう感じだったんだけど、最近はもうタトゥーは別によくねっていう考えなのよ。俺がするかどうかっていう話はまあどうでもよくて、まあしたいっていう欲望はないんだけどね。タトゥーをしてるのって良くないとかさ、整形をするのって良くないみたいにあるじゃん。なんでそういうこと言うんだろうなって思って。親からもらった体でしょって言うけどさ、じゃあ髪の毛だって親からもらった体だから切るの良くないでしょって思っちゃうわけよ。髪の毛切るのは良くて、タトゥー入れるのはダメの理由って多分ないのよ。しかもさ、人の体についてとやかく言うのってさ、マジ謎じゃない？お世話だよね。お世話？お世話じゃない。大きなお世話か。お世話単品の人だからね。なんかそういうのも面白いよね。日本だなーって思う。海外だったら当たり前じゃん。だけど日本だとそういう個性とかを潰す国な感じするよね。中学校まで義務教育だけどさ、高校も義務教育だし、なんなら社会人も義務教育感ない。わかる？小中高大、その後学校終わったら社会人にならなきゃいけない。ここまでセットで義務だよね。また切れたカメラ。もうほんまに。プルッ。まあまあまあ。はい。ザリガニなんかね、考えると止まらないんだよね。シンキング、シンキング、シンキングって感じなのよ。まあ、なのでね、何の話だっけ。あや、ピーナッツが好き。はい、じゃあ、ということで、フリートークでございました。ザリガニのノープラン、プラン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 。よかったら、この動画をね、TikTok に切り抜いてくれたりしたらね、嬉しい気がします。いや、嬉しい気。はぁ、あ、バズんないわけだ。はい、ということで今日の動画でした。 Twitter、インスタ、TikTok やってます。よかったらフォローよろしくお願いします。またね。キューティクルバイバイ、キラリンちゃん。